と魚の出汁ですね、それを取っていきたいと思います。今こうやって種類をやっていく中で、どん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 そういう本というかその基本的なものがどんどん省かれていくっていうか重いというイメージがあって取らなくなっていくんですけど、ヒムノコアスも取られてる方たちってどれくらいいらっしゃいますか？あ、結構います。半分ちょっとかけるぐらいですか？ヒムノコアスも、僕は取り続けてます。取りの分野の時にお話ししたのと同じように、そのベースがないと、僕は料理の派生にこう旨味っていうかしっかりした芯を作ってあげられないというふうに思ってるので、鶏だけでこう対応していくんではなくて魚は魚のあるべき姿のソースを作りたいと思っているのでヒメノコアスを取ってます。で今いろんな環境の問題とか、持続可能性なっていう話がよく出てきますけど、実はフランス料理はそれにのっとってやってきてます。牛一頭を潰せばその牛の骨や、筋も全部使ったりとか豚一頭を潰せば豚の血まで使っていくっていう、そういうところから、魚のアラも使うべきかなっていうのもあるので、それでヒメノコアスもちゃんと取って僕はやってます。じゃあ早速作っていきましょう。魚のアラ、魚のアラ焼いていくんですけど、十分水にさらしていきます。で十分水にさらした、魚の骨をこれを焼いていくんですが、今までは、僕がこれを教わってきたのは鍋の中で本当にグツグツになるまで炒めてます。で炒めてきたんですけどやっぱり濁りが出ちゃうんですよね。じゃあ現代テクスチャーに合わせていく、フォン、ヒメのあり方ってどういうものなのかっていうのはやっぱり自分の中で考えていくと今の作り方になっていくんですけど、中骨、ね、頭ありますけど大体8対2か7対3ぐらいですね。頭の方が少ないです。過度なゼラチン質が欲しくないんです。過度なゼラチン質が出ることによって、唇の周りがベタ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 して、もちろんゼラチン質は必要なんでそこは出てほしいんですけどそこがたくさん出ないように頭の方は少し少なめで残った頭は一生懸命まかないで煮付けにしたりとかしてるんで、そういう風にしていくんですけど頭少なめで焼いていきます。でコンベクションオーブン使っていきます。180度のコンベクションに細かく切ってあります。だいぶ細かいなっていうぐらい細かく切ってあるんですけどこれぐらいに切ったものを180度でこんがり焼いていきます。こんがり焼いていくんですが、焼くとき白くなったらおしまいとか火が入ったらおしまいじゃなくて魚を焼き魚を作っていくようなイメージで茶色くなるまで焼いていきます。で次に、野菜の方ですね用意していきます。香味野菜基本的なものですねごめんなさい、玉ねぎとポロネギとセロリそれと、マッシュルームブーケガルミと白粒胡椒でこれはちゃんと役割があって今僕が作ろうとしているのは、僕が、汎用性が広く持たしたいので、基本的な分量でこれぐらいでいます。例えばじゃあこれから夏の間、冬じゃないですね夏の間の時に、もうちょっと香りが高いソースが欲しいなとかハーブを、ペースト状にしたものを入れていきたいとかそういう風にするときはセロリの部分をちょっと増やしてやって青臭くしたり野菜自体の総量は変えないで何をそこに求めるかで野菜の量を変えてあげる。甘みをもっと作りたいなと思ったら玉ねぎで香りが欲しいなと思ったらセロリでもっと旨みが欲しいなと思ったらマッシュルームだってそこの量の上げ下げをしてあげることによって今作りたい料理に使うヒメノコアスが上がると思います。ではまず炒めていきます。オリーブオイルです。後から、液目してオイルを取り除けばいいので、問題は、この野菜をちゃんと炒められるかられないか。で、この時点でオリーブオイルたくさん入るとヒムノコアスの濁るよねっていう部分ではなくて、沸かさないで水でという状態を上手に使いながら、どれだけきれいに油を取ってあげられるかの部分で変わってくるので、目的は野菜を炒める。なので、多めの油です。ごめんなさい。で、多めの油で、順番関係なく全部
スライスしている状態なので炒めていきます。シュエですね。で、ここで塩を打つ方もいらっしゃるんですけど、僕は塩を打ちません。ここで塩を打っていってしまうと汎用性が広がるところが味がピンポイントで決まっていってしまうので、今欲しいのは野菜の香りだったりとか甘みを引き出すためだけですね。それを姫のカワスの魚の出汁に移してあげたいだけなので、塩をしないで炒めていく。ここで塩をしちゃうと次煮詰めたいなとか、グラスとフォアスも取りたい、煮詰めた本当にエッセンスにしたいっていう時に煮詰められなくなったんです。なので、この時点では野菜の香りだけを引っ張り出してあげる。で、玉ねぎの甘みを引っ張り出せればいいので、ここでゆったり火を入れていくだけです。で、今これで今火入れ始めてるんですけど、ブーケガルリ、包装の束を入れたいんですけど、この量に対してブーケガルリこれぐらいの大きさでも後から最後に入れただけだと全然役割を果たしてくれない。ハーブの香りを抽出しなきゃ意味がないので、僕はこの状態から炒めちゃいます。じゃあこれ新材料をもっともしくはバラバラにして後から入れればいいんじゃないっていうと、キュメドコアスの中に溶け込んでいかない、入り込んでいかない。それだけはどうしてもタイムの香りだったり月経費の香りだったりとか浮き上がってくるので、それはキュメドコアスの中に入れてあげたいから、ブーケガルにも炒めてなんかブーケガルに最後に入れなきゃいけないみたいなイメージがあるんですけど、目的がどこにあるか、目的を持って使おうと思ったら後から入れてるようだとブーケガルには火が入りきらないので入れてる意味がなくなってしまうので、この状態で炒めます。で、同じことが言えるのが白粒胡椒、後から入れてる白粒胡椒は風味だけを取りたい。でも、香りだけを取りたいんですけど、胡椒って結構揮発性があるので長い時間火に当たれば飛んでっちゃうと同時に、あと水に加えてった時にどうなるかっていうと、最初から入れてしまってその状態を上手に使ってあげる。わざと飛ばすんじゃなくて、その出汁の中に融合させて、ブーケガルリに炒めたのと同じです。で、今これで汗かいてきて火が入り始めて、で、ここで色づけないようにしっかり炒めるというか、シュエットそうすると今、胡椒の香りも上がってきて、ブーケガルリの中に入っているハーブの香りも上がってきます。あと一番変わってきているのは今、玉ねぎの匂い、あとはコーロの匂いなんですけど、ネギ系の香りをここで中途半端に水張っちゃってっていうと嫌なこうガスっぽい匂いだけがこの中に閉じこもっちゃうんで、香りが今上がってきてるんで、この香りが甘い香りに変わるまで玉ねぎの香りそこまでしっかり色づけないようにして処理したい。今まではあのこう一緒だったんですね。鍋の中に野菜も入れちゃう、魚のアラも入れちゃう、炒めちゃえって言って一番最初教えてもらったり、もしくは野菜も炒めない、アラも、炒めない、焼かない、水で全部探したアラとただ白ワインと一緒に水を入れて野菜入れて炊くだけ。そうすると野菜の臭い香りがすごく気になってたので、それを煮詰めたところでもうそうなったら飛んでいかないから、どうやって吸っていこうかなって、やっぱりいろんなものを見ながらですね、自分の形を思ってきたのがこういう形です。だからブーケガルリも入れるんだったら必ず 100% 使い切ろうと思ってバッて炒めたり、今これで野菜に火が入ってきて、で火が弱火です。で、こっからちょっとだけ揚げてあげます。で、揚げてあげる理由っていうのがマッシュルーム、キノコは 60% ぐらい、もしくはものによってはですけど7割ぐらい、6、7割は水分です。で、これをさっきのままの弱い火で炒めようと思うと、ここの中によくあのキノコ炒めてて起きることがあると思うんですけど、下に水が上がっちゃう。下に水が上がっちゃっているのはマッシュルームからただダラ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 水分が出てきちゃってるだけなので、野菜をせっかく炒めきったんだからマッシュルームは
温度を上げてあげて水分を飛ばすように旨味を凝縮していく。この時点でさっきと同じ火のトーンでいくとマッシュルームだけ炒まらないで煮えちゃう。野菜の水分も手伝って煮えてくるんで、そうすると水が上がってきてマッシュルームの旨味じゃなくてキノコの嫌な臭みがある液体をただ煮詰めてるだけです。そうすると全然出来上がりが変わってしまうので、マッシュルームはよく炒めた。で、温度を上げてここでちょっと手早く混ぜて、で水分をどん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 飛ばしながらマッシュルームが縮むところまで炒める。で、キノコ高いですよね、マッシュルームなんですけど、よくビーキング僕も使うんですけど、ビーキング使うときはちょっと別の回してしまったりするものが多い。魚の出汁とかそのソースのベースになるやつはマッシュルーム、ビーフン使うと色が黒くなってるのを見てると思うんですけど、その色の苦いトーンがそのままソースに移っていく。で、魚の出汁も濁った色になっているので、ぜひ A 品で作ってください。 A 品でサイズバラバラの B 品があるんです。 B 品が悪くなって、A 品が悪くなってもう潰し用ですって言って出荷されているものではなくて、流通に載せられない A 品のサイズがバラバラなやつのいいやつがあるので、それを、優先して使ってあげるといいと思います。なので取る前に先に八百屋さんとか出入りの業者さんたちにみんな声かけていただけるといいものが手に入る。今マッシュルーム一気に炒めて使うんで、鍋の底に水が溜まるんじゃなくて、こうやって一気に縮んでいく状態、炒めながらもで、その B 品ばっかり使ってると、この時点でマッシュルーム黒いので、黒くなってるマッシュルームは黒い味しか出ません。で、ヒメロパーソンを取ってるのに透明なクリアな味が欲しいのに、マッシュルームが黒くなったら全く意味がなくなってしまうので、マッシュルームは A 品を使ってあげるといいと思います。で、魚のアラは、今途中まで焼き上がっている状態。ここからどん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 焼いていきます。これで焼いていく状態を持っているのが焼き魚。全部焼き切っちゃいます。焼き切ってあげて、魚の香ばしい香り、嫌な匂いじゃなくて香ばしい香りを出していきます。ここに野菜の、香り、まずセロリや、ブーケガルリの香りがあって、白粒胡椒のアクセントが出てきて、でそれが香りです。で、一体化させるのに先に火を入れてあげる。で、マッシュルームから旨味が出てるのと、あとは玉ねぎから甘みが出てる。で、何のためにその野菜を使うのかを選んでいけばいい。で、透明な、白い液体だから人参は入れちゃいませんって習ってきました。人参をそのソースに使うんだったら人参入れればいいです。ヒメロパーソンに人参の香りをつけてあげて、人参のペーストでつないだソースにするとか、その目的を持って作り変えてあげればいいと思います。だからあとセロリは葉っぱの方を取っておいて、身の方を炒めないで、もっともっとセロリ臭いものが欲しいときは最後の最後にバサッて入れて、すぐこしてセロリの葉っぱの香りを強く出して、1回目の時に、鶏のブイヨンやったんですけど、その時は、そんな話はしませんでしたが、セロリの葉っぱを僕実はその鶏のブイヨンに入れる時があるんです。で、それは、今も最近作るなりましたけど、コンビーフを、塩漬けにした牛肉を、ブイヨン、もしくはそのコンブランドボーンですね、子牛の出汁とかで炊いていくんですけど、その時にセロリの香りをつけてあげたいので、で、最後の最後にコンビーフ作る時も、実は最後の最後液体の上に、まあ液体の肉とかの上に全部液体が合わせた時に、最後の仕上げに僕セロリの葉っぱいっぱい入れるんです。で、それでブスクシャーってなったら全部取り除くんですけど、で、その時にブイヨンの方にも同じ香りをつけていただけた方が、よりその風味が増していくので、なのでそういう時はセロリの葉っぱを最後に
ただ今この魚の出汁これで使っている時にハーブのソースを作ろうかなと思ったら、目的がもうそこ1点であればその時は座って、セロリの葉っぱを上手に使う。あとブックガルリの中身も変えればいいと思います。セオリー通りにパセリだタイムだローリエだって言わないで、中に入れるものを別に変えていけばいいと思います。ローズマリーの香りが欲しければローズマリー炒めてあげると思います。なんかこうベースは全部ちゃんと自分たちの身にしておいて、そこから先にどうやって派生させていくかを考えていけばいいかなと思います。であとコンベクションオーブンが なければ、魚焼き器、家で焼く。魚焼きグリルがあって、あれ天火と両火がついてるんで、今同じことやってます。焼き魚を作るんですっていう風な風に魚の骨を焼こうとしてるんで、そういうところで焼いてあげるといいと思います。そして水分が飛んで焼き魚みたいになる。キュメドパーソンという時にここまで色つけない、白く揚げたいから白いままなんですけど、僕はここまで焼いていきます。でこれぐらいこんがり焼いてあげたのをこの中に落とし、
骨を焼いた色が茶色い色じゃなくて、あれはゼラチン質とか野菜の糖分とかトマトペーストが鍋肌を触って対流してるからあの茶色い色になる。だから焼きすぎちゃって苦い骨が上がってる時はもうそれは本としてベースとしては全然成立してないんです。で、じゃあ本棒の話になってましたけど、じゃあその原骨1個どうやったら味出るって言ったら、2日も3日もかけて本棒を炊きますけど、あの原骨1個だけ骨1個の旨味を全部出そうと思ったら5時間で出ます。清流の骨もしくは甲子の骨で5時間で出るのにそれだけ時間かけるっていうのは、その対流を起こすことによって鍋肌をずっと触りながらその茶色い色が欲しいんじゃなくて、そのところにつく風味が欲しいから。で今回やってるのはその風味は出したくないので、なので具合できたらここっていう水手の状態、それとアクをきれいに取るときに最初に使ったオリーブオイルを取っていく。で、先ほどお伝えしたようにアンフューゼ、ハーブティーを作るようにして取っていく。で今皆さんのように死因が出てるんですけど、そのヒメトコアスモン、こうやって取ったんです。それだけで、こんだけでしか取ってないんですけど、それでもう上質なゼラチン質が口紅にちょうどつくぐらい、ペタッとつくぐらいな感じで出てくるんです。なので、魚臭い出汁ではなくて、飲める出汁を取ってあげるんです。どうしてもなんかヒメトコアスモン取ったり、古臭いみたいなイメージの仕事なんですけど、そういうふうに汎用性が広くなればなるほど自分の持っている武器が増えてくるので、そうすることによってどんどんこうその時にできるソースの幅が増えたりしていくと思います。で今これどんどん武器をかき回してますけど、沸くまでの間かき混ぜてあげて大丈夫です。ただ上に物が上がってきたら取ってあげてかき回してる。これが沸いた状態でかき回していっちゃうと、オリーブオイルとかアクの部分とかそういうのが全部中に入り込んで、沸き始めるまでの間こういうふうにして少し出したら、鶏のブイヨンを取るときに氷を入れますって氷を入れたんですけど、野菜を入れる前に氷を入れた理由は温度を一気に下げてそこに出てくる血の塊だったりとかで見えないアクが上がってきてよりクリアに取りますっていう部分。今回は氷を入れないので、水張ったら少しアクが上がってくるまでの間、かき混ぜちゃっていいです。ごめんなさい。君のパスも大丈夫ですか？飲んでいただいて大丈夫ですか？で、今一番の部分がそれぐらいの感じで上がっているので、この後一番取ったら二番取ってあげて。で、二番取ってあげて、そうするともっとサラサラのゼラチン質ができているような、ただ、なんか魚と野菜の香りが出てる液体にしかなってないので、その時は1番と2番を合わせて使ってあげれる。今日のレシピの中に姫のパーソンって言葉が出てるんですけど、自分が好むのがそれ以上欲しくないな、ゼラチン質の強さが欲しくないなと思ったら、その姫のパーソンっていうのを1番と2番で、仮に 300cc 入ってるんだったら1対2にしてみる。それはあくまでもレシピはもう目安だと思って、基本だと思って、ただガイドブックみたいなものだと思って見ていただいて、それをこう自分なりにアレンジすると楽しいソースができる。で今これアフをすくってこのまま火にかけて、こうやって喋ってる中でこうやって沸かしてるんですけど、こんだけクリアになる。で、骨も焼けてるし、野菜も冷えないって、物もバラバラで始まってる。で、ブーケガラにも炒めて、ちゃんと、まだこの青さなんで、これブーケガラに全然意味ないんですよ。これがやっぱりくすんでこないと入れてる意味がない。で、じゃあ、あとどれぐらい炊くのって言うと、ヒメドコアスモンそんな長く炊かないです。この色が変わるまで待ってたら、あと入れて、待ってたら、役割を果たしてないので、炒めて、ネギが茶色くなってくるところまでいったら終わりだよ。そういうふうにして全部取り出したら、で、胡椒もじゃあ今入れますって言ったら、やっぱりうまく融合していかない。なので最初に入れて、もちろん熱に弱いっていう、デメリットはあるんですけど、逆にベースなんで、辛みが欲しいわけじゃないんで、香りが欲しいんです。
なのでこの中に胡椒の部分も溶け込ませたい。なので最初に入れましょうっていう考え方。ソースの方に移っていきますね。今日、魚のソース2種類です。先ほどお伝えしたように、バンジョーヌという黄色いマリオンのソース、それと一緒に合わせていくのが、もう一個作っていくのが、今日はベルジュというソースですね。ブドウ、若摘みブドウ、若い時に摘んだブドウの果汁を使ったソース。でベルジュは、フランスはペリゴルチュの名産品です、そのベルジュという2種類のソースを作るんですけど、両方とも入っているのがバターです。さっき言ったように、比較対象どっちか生クリームどっちかブイヨンみたいにサラッとではその比較対象もできないので、今日は両方